神田錦町町ラシ品は、東京都千代田区神田錦町三丁目にある1869年創業の蕎麦屋店舗。神田錦町町ラシ品は、麻布長坂、ラシナの最初ののれんわけの分店である。沙良品堀の創業は1789年、新州出身で、新州特産沙良品のの保品屋御用婦屋だった八代目、正門が、両主保品兵部所有から、 そば打ちがうまいのを見込まれ、布屋よりもそば屋の方が良いのではと勧められ、麻布長坂の星野家の江戸屋敷そばに、そば屋、新州さらしなそば所布屋、他平を創業したのが始まり。当初は大名屋敷や寺院などに出入りしていたが、明治時代半ばの最盛期には、皇室や三宅などにも出前を届けた。創業以来、五代目布屋松之助に至るまで、 麻布長坂、さらしサは一軒も支点を出さなかった。1869年、六代目布や松之助の時、神田に式町に、初代、堀井城太郎、神田に式町文店を開店した。シナノの国はかつては、茅の国で、シナノ木の多いところだった。この木の皮を剥いで縄に作り、布を織ったり、紙をすいたりした。西シナは二カ、ホシナは他。 トガの花の形容家、サラシナは、サラシカのイカ、このトガの皮は丈夫なので、オケのタガにも利用されていた。文政7年、江戸買い物独案内、名物蕎麦屋より、明治10年頃、1億人の昭和史、明治城、明治10年頃の長坂サラシナより、明治31年頃、長坂町サラシナ蕎麦店の図よりサラシナといえば、ひとみな、麻布長坂の蕎麦店たるを知る。 実に、東京における一名ものというべし。本店は、長坂町13番地にあり、当主を、堀井松之助という。その正方多店と全く意味して、色白くして細く、一見愛すべし。当店は、奥座敷とありて、通常の店舗と異なり、その地また、建雑なら猿を持って、紳士の来たりて召願するもの多く、木とはさらに土産として持ち帰るもの少なからず。 近来は汽車にのし、大阪、神戸、須磨、赤市等に赴く遊郭も、またこれをケ振るに至れり。支店は、神田区西汽町五番地と日本橋区三大町四番地とに、あり。西方を通すべて本店に同じ。原店主は、第五代なる吉なれば、古くよりあり市とは明らかなり。昔、蕎麦霧を持ってな高たか,かり氏は、麹町の氷炭や、須崎の伊勢や、 浅草の道光安東なりし、サラシナの名の聞こえしは、文化文政頃より並む。文政の江戸買い物町に、その名見えたり。新鮮東京名所図へ、風俗画法麻布区の巻の一、サラシナ、明治35年3月31日より、抜粋麻布長坂の寂しい大通り、ぶり客の聞かぬ、変壁な場所のサラシナ本店は、 三棟七室の客座敷に、いつも、遠来の客で賑わっている。表看板の布や他兵は、先祖が履いた、五服屋のわらじを、子孫に伝えて忘れぬための、美しい主人の心がけがきわれる。蕎麦屋に転業してから、三代八十年、さらしな蕎麦の声明は、バスへの果てまで伝えられ、あまねく人口に、感謝されている。宮城を、 はじめかくみけの御用を受けたまわり、かもの光、り病門の誉れに、いよいよますます、境行く計りだが、営業の方針は、あくまでも堅実を胸とし、運転をかんだに支店を、神楽坂、日本えのき、品川の三か所に設けて、本店同様、そばあたりの歓迎を受けている。名物さらしなそばは、そば粉そのものが、特に限られた産地を、持っているわけではなく、 またその汁に秘密の製法があるのでもない。要は、原料の銀味と、さらしコの生鮮である、注意深い用意によって、特選せられているさらしコは、普通のおットのように、製粉所の製品ではなくて、昔のままの自家工場特製品である、名物そばの秘訣が、ここに包まれてはいまいか。食安ギ東京の巻、サラシナ大正十四年、二千十六年四月二日より、 抜粋商売を長く続けていればいいというだけではありません。商売が繁盛すれば必ず偽物が出てきます。平気な顔をして、嘘をつく、真似をする店が出てきます。それらを一つ一つ乗り越えて本物にならなければなりません。ただし、本人の努力だけでは本物にはなれません。カンだルネッサンス、2015年11月25日より一部、抜粋。 ありがとうございます。